よし。はい。届くかな？いけるかな？なんかあれだけ先に行っちゃったよ。ダメじゃん。ダメじゃん。これで一緒に行けばいいんだよね、乗って。慌てず、降りず、ダッシャーンってなるから、OK。これで、行け、あ、行ける、うん、なっちゃうから、一回戻るんかな。あれ今、ジャンプできなかったね。失敗した。さあ、板乗り。板サーファー。この板の傾きを使って慌てる必要はないってこと。危ない。いい、今起点聞いたよ。これで道が開いたんだよね、きっと。きっとね。行くよ、これで。ここでセーブして、セーブして、これで2人で行けるんじゃないのと俺は思ってるんだが。ウィ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 、違うらしい。ガクチョン。で、戻す。で、ここで、ちょっと浮遊しているから足がしっかりしないのかな？背面ジャンプした方がいい？あ、ジャンプできないんだよ、やっぱ。降りるしかできなかった。ジャンプができなかったよ。あばー、今度は失敗した。え、どうすればいいんだろう。全然コツつかんでない。こんだけやっといて一周っていうか一個はクリアしたのに。え、抜いた方がいいのかなと今思っちゃった、一瞬。危ねえ。おー、死んだかと思った。もう一個。これ邪魔にならないかな、あそこにあるやつが。それ心配だね。あ、落ちちゃったよ。危ねえ。危なかった。そして、あれを、ぶつからないでください。OK。よし。綺麗に感じでいったんじゃないですか。あ、そのまま乗っちゃった。これは想定外。これは想定外。あ、上落ちてきた。上から行くんだ、巨人が。なるほど。了解でーす。はぁ、じゃあしばらく待とう。いやー、で、こっちはこっちで。はい、上がってきてる。時短時短。大丈夫？で、抜いて、ね、外すと。そうするとあれが上がってくるから、この状態でこれ抜けばいいのか。で、こいつに与えて、これが上に上がってくると。これなかなか時間かかりますね。まあ仕方ないけどね。あ、でも、あ、いけるか。時計の色を抜かずにやる人いるんかな？だとしたらすげえな。ここ落ちていいよね。なんかダメねー。ロゼンの上に落ちて足なんてことになるかと思ったけど、大丈夫だよね。はいはい。やっと進んだ。え、茨でいきなり行けないんだけど、右へ。
でも、あら？おいで、おでだけいける。あ、セーブだ。セーブはしよう。え、おでだけいける？おでだけいける？おかしいな。おでだけいけるのはおかしいな。あそこまでこいつがジャンプできるとは全く思えない。で、その茨は無理。あ、そうかそうか、投げるのか。あ、でも、無理じゃねえこれ。いける？大丈夫？大丈夫？おぶない！ギリギリ！ギリだよ。で、この子を、あそこに投げるんじゃない？次でやろう。次。そしてあそこのスイッチを押すと。そうすると、このエレベーターが上がるので一緒に上に上がれる。なので女の子の方の視点で行った方が良さそうだね。上まで。途中で降りなきゃいけないだろうね、きっと。だから、女の子で行こう。じゃあ、届くんかな？そもそもが。あ、いけるね。高さに注意しないと、べちゃる。いけ！めっちゃいい感じ！こんなのわかるわけねえじゃん。あ、右側にもなんかあった。こんなのわかるわけねえじゃん。このぐらいの高さで。で、見えたら血を返してすぐ次に行く。よし、OK。で、これで巨人が動かせると。で、え、どういうこと？多分揺らしていかないとこれあれに捕まれないんじゃないかな。これ捕まるんだろ絶対。ああ、早っ、戻るの早っ。なんで降りるのだけ遅いんだ。あ、捕まれた。上げて上げてもうめちゃめちゃ怖いから上げて。え、で違うねん、違うねん。ちょっと待って。怖。怖すぎるって。このままだと、ダメなんでしょ？ボケだからね。はい。で、押したよ、今。はい。こいつ下がる、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 下がるね。下がる、下がる。え、下がりすぎてもダメ。ダメ、ダメ、上げる、上げて。上げて、下げて。あ、下げて。おお、いけた、いけた。よかった。ここにもう一回やろうと思ったら嫌です。落ち着け。いけるか。お前は落ちても知らん。死なんだろ。大丈夫だろ。で、バラの力いる？ちょっとわからんな。抜けるうちに抜いとか。セーブだ！イエス！ちょっと右側、なんか、ないね。あ、あん？なんかまたあれだな。でもここしかないな。まあ降りるか。オッケー、降りよう。降りて、まず、おでが周りを見に行く。しない。あ、あるねー。これ掴むんかな。掴むが正解だったかわからんが。あ、正解だな。勝手に正解だなって言ってるけど。本当に正解か？これ。
ここでこれをやるのと、これ茨があるでしょね。この茨を越えていくためにあれに乗っていくんじゃない？いやー、このバラいらないな。バラの色抜きてえな。このバラ抜きてえな。抜ける場所あった？いや、あれそこから抜いてきたのが失敗っていう話？返してこよう。足場を空中で固定したい。返すね。はい。なんかあった時のために足場を固定して難を逃れようとする。さあ、果たしてこの推測が合っているのかどうか、よろしくお願いします。あれ？遅い！びっくりした！台座の方が早か。台座でいいや。あれなんて言うんだろう。透析機の方が。早かったー！ちょっと待ってー。あー、そうだ、そういうことか、わかった。どのボタンで抜くか忘れちゃう。自動がどうやって抜くんだっけ？この辺で抜くか。よし。こうすれば、この、巨石群が抜けていくのを待って、そして、それから、どうですか？ちょっと早かった？ちょっと違うみたいだね。明らかに距離が足りないので、あ、ここに持ってくものかな？この、これの勢いだけでいけるとありがたいんだけど、ありがたいです！ありがとうございます！よかった、これでよかったんだ。でもこれだと巨人来れないんだけど。ん？はいはい。潰される前に行こう。はい、見よう。見よう！ベゴニア歴21年、雨の注ぎし季節、気の遠くなるほど長く続いた拷問が、彼の死をもって終幕を迎えた。私は劇場に任せ、すべてを壊し、すべてを奪った。そして痛みも、怒りも、幸せも、全身から流れる血と共に、すべてを失った。今日をもって私、ビオーラは死んだのだ。激しいまどろみに襲われる。すべての力を使い切った反動だろうか。このまま私もかの憎き吸血鬼のように長い眠りにつくのだろう。だが私はいつか蘇る。この胸に残った最後の感情、血の湧き立つ怒りがある限り、必ず蘇ってみせる。私から彼を奪った悪魔へ、グレンの憎悪を捧げるために。日記がめちゃめちゃ空いてるな。なんとなくちょっと心当たりはあるんだけど。おっ！びっくりした！いきなり戻ってきた！ここでね、ちょっと待ってね。心当たりがあるって言ったのは、ここなんよ。ここでさ、俺、左行かなかったじゃん。あ、終わった、おーら。うーら。あ、ベゴニア、ベゴニア歴19年、風のささやきし季節、城の地下で驚くべきものと出会った。吸血鬼を倒すために作られた伝説の巨人だ。そばに落ちていた古書の記述通り、私の血を与えると巨人は目を覚ました。そして私を守るように、そばに傍らについてきて、何でも言うことを聞いてくれた。巨人に吸血鬼を打たせれば、茨も消えるだろうか。修道会に私の生存を知られる前に何としても茨の呪いを解かなくては。この巨人はその、いや、この巨人はもうすでに出てたけど、かつての魔物をギッタンギッタンに倒した、あ、この人って言っていいか、巨人だもんな。その人なのか。二代目三代目とかではなく、まさしくお前がずっと
まあ、生きてるっていうのかな。ここまで生き続けてきたのか。そしてお前はビオラを知っているのか。かつてビオラの命を受け、何でもやっていたんだろうか。なんでもとは。